ャニーャ問題2問題2ではまず質問を聞いてくださいその後問題用紙の選択肢を読んでください読む時間があります それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番。1> 男の学生と女の学生が話しています。女の学生が、 林業のイベントの中で一番興味があるのは何ですか週末予定ある 前、林業について興味あるって言ってたけど南町の林業センターで林業について学ぶっていうイベントを見つけたから一緒にどうかなと思ってうん行ってみたいこれパンフレット地域の林業についての講義とか実際に近くの山で木を切り倒したり林業の基本作業も体験できるよ実際に木を切ったりする作業ができるってこと面白そう 人工呼吸の練習もやるんだ、ねうん、だねう林業は危険な作業もあるし安全について学ぶ時間もあるみたいだねへえもしもの時に役立つし知ってて損はないよねでも私はやっぱり作業が一番楽しみうん僕はこの木材を使ってする工作やってみたいな吉田くんものづくり好きだよね。 女の学生が林業のイベントの中で一番興味があるのは何ですか 2>, 2番パン屋で店長と店員が話しています。この店では客を増やすためにどうすることにしましたか 最近、お客さんの数が減ってきたね。近くに新しい店ができたせいでしょうかね。パンも売れ残るようになりましたしね。どうにかしないとね。この辺は学生さんが多いから、パンの値段を下げたいところだけど、原材料の価格が上がってて厳しいんだよね。そうですか。うーん。開店時間を早めて、通勤・通学の時間に店を開けるようにするとかは、 そうだね朝が早いとアルバイトを見つけるのが難しいんだよねそういえばこのお店ってホームページありませんよねもっと宣伝に力を入れたらどうですかうんその方がいいのかな前に近所の人にチラシを配った時は割引券もつけたけど売り上げが伸びなかったんだけどああまあ今はおいしいと聞けば 遠くでもお店の情報を検索して買いに行く人多いですし早速やってみましょうよそうう。だね、やってみようこの店では客を増やすためにどうすることにしましたか 3番小学生の子供がいる女の人と男の人が話しています男の人が学校の手伝いを始めた理由は何ですか 山本さん、あのー、ちょっと伺いたいんですけど保護者としてて小学校ののお手伝いの活動に参加されてますよね。ええ息子が入学した頃ちょうど仕事以外でも人間関係を広げたいと思っていたから他の保護者の皆さんと知り合えないかと思ってそうなんですね先週桜町のお祭りに行ったんですがお祭りも小学校の保護者が手伝ったりしてるんですねええ 地域の行事に小学校の保護者も協力するんですよ。地域に関われるのが一番の魅力だとおっしゃる方もいらっしゃいます。あと、学校の先生方のことをよく知ることができていいという方も多いですよ。どうですか、加藤さんも。ちょっと興味あるんですけど、仕事も忙しいし。短い時間でできる活動もありますよ。前に学校での子供の様子をもっと知りたいっておっしゃってましたよね。 活動に参加すすると、とそういい。ったこともわかりますよ。はい、学校での様子は親として一番気になることだし考えてみようかな男の人が学校の手伝いを始めた理由は何ですか 4番男の人と女の人が着物について話しています。女の人はどうして着物に夢中になったと言っていますか 着物似合ってるねよく着物着てるけど着物って高いんだよねそんなことないよこれ全部で1万円ぐらい今はフリーマーケットとかで昔のものが安く買えるの古い着物って今のと違って個性的な柄も多いしへえ特に古い着物が好きなのうーんそういうわけじゃないんだけど新しい着物は学生には高いからねそう。 僕も結構興味あるんだけど、ちょっと難しそうで、帯と着物の色の合わせ方とか、小物との組み合わせも考えるんだよね。うん。最初に着物を買ったお店の人が教えてくれたんだけど、合わせるもので同じ着物とは思えないってぐらい印象が変わるんだよ。私そこから毎日着たいぐらい大好きになっちゃった。そうなんだ。ねえ、着物ってやっぱり目立っちゃうよね。 ジジロジロ見られたりしないそれが嬉しいって言ってる友達もいるけど私は他の人の目は気にならないんだ女の人はどうして着物に夢中になったと言っていますか 5番。会社の会議で課長が話しています。会社で今年度から始める健康のための取り組みは何ですか今年度から始める取り組みです。 我が社では3年前から社員の健康維持を目的とした取り組みを続けています。今年度は4つの取り組み。1ヶ月に歩いた距離の合計を競うウォーキングコンテストの実施。体操動画の公開。運動用品の支給。食事のアドバイスを行い、皆さんの健康を支えます。このうち歩行距離を競うことは 昨年度末の社員へのアンケート結果を受けて、新たに採用になりました。食事に運動に、これからも健康第一で頑張りましょう。会社で今年度から始める健康のための取り組みは何ですか 6番シンポジウムで大学の先生が共同研究の話をしています。先生はこの研究の中で何が一番難しかったと言っていますか のの変化をを正確にに予測測すす。るるためには、海の温度を測ることが大切ですしかも多くの場所で海の表面だけでなく深さ1 0 0 0メートルとか2 0 0 0メートルのところの温度も測る必要があるのですそのための計測器の開発が非常に難しかったんですそしてさらに困難だったのはいくつもの国から協力してもらうこと それが実現しして、よよううやく世界中ののデータを研究のたた。めにに使えるようになりましたデータは膨大な量となり分析には時間もかかりますがかなり正確な予測が行われるようになりました先生はこの研究の中で何が一番難しかったと言っていますか 一番男の学生と女の学生が話しています。女の学生が林業のイベントの中で一番興味があるのは何ですか 週末予定ある前林業について興味あるって言ってたけど南町の林業センターで林業について学ぶっていうイベントを見つけたから一緒にどうかなと思ってうん行ってみたいこれパンフレット地域の林業についての講義とか実際に近くの山で木を切り倒したり林業の基本作業も体験できるよ実際に木を切ったりする作業ができるってこと 面白そうあ人工呼吸の練習もやるんだねうん林業は危険な作業もあるし安全について学ぶ時間もあるみたいだねへえもしもの時に役立つし知ってて損はないよねでも私はやっぱり作業が一番楽しみうん僕はこの木材を使ってする工作やってみたいな吉田くんものづくり好きだよね 女の学生が林業のイベントの中で一番興味があるのは何ですか 2>, 2番、パン屋で店長と店員が話していますこの店では客を増やすためにどうすることにしましたか 最近お客さんの数が減ってきたね近くに新しい店ができたせいでしょうかねパンも売れ残るようになりましたしねどうにかしないとねこの辺は学生さんが多いからパンの値段を下げたいところだけど原材料の価格が上がってて厳しいんだよねそうですかうーん開店時間を早めて通勤通学の時間に店を開けるようにするとかは そうだね朝が早いとアルバイトを見つけるのが難しいんだよねそういえばこのお店ってホームページありませんよねもっと宣伝に力を入れたらどうですかうんその方がいいのかな前に近所の人にチラシを配った時は割引券もつけたけど売り上げが伸びなかったんだけどああまあ今はおいしいと聞けば 遠くでもお店の情報を検索して買いに行く人多いですし早速やってみましょうよそうう。だね、やってみようこの店では客を増やすためにどうすることにしましたか 3番小学生の子供がいる女の人と男の人が話しています男の人が学校の手伝いを始めた理由は何ですか 山本さんあのー、ちょっと伺いたいんですけど保護者として小学校のお手伝いの活動に参加されてますよねええ息子が入学した頃ちょうど仕事以外でも人間関係を広げたいと思っていたから他の保護者の皆さんと知り合えないかと思ってそうなんですね先週桜町のお祭りに行ったんですがお祭りも小学校の保護者が手伝ったりしてるんですねええ 地域の行事に小学校の保護者も協力するんですよ。地域に関われるのが一番の魅力だとおっしゃる方もいらっしゃいます。あと、学校の先生方のことをよく知ることができていいという方も多いですよ。どうですか、加藤さんも。ちょっと興味あるんですけど、仕事も忙しいし。短い時間でできる活動もありますよ。前に、学校での子どもの様子をもっと知りたいっておっしゃってましたよね。 活動に参加すすると、とそういい。ったこともわかりますよ。はい、学校での様子は親として一番気になることだし考えてみようかな男の人が学校の手伝いを始めた理由は何ですか 4番男の人と女の人が着物について話しています。女の人はどうして着物に夢中になったと言っていますか 着物似合ってるね。よく着物着てるけど着物って高いんだよね。そんなことないよ。これ全部で1万円ぐらい。今はフリーマーケットとかで昔のものが安く買えるの。古い着物って今のと違って個性的な柄も多いし。へえ、特に古い着物が好きなのうーん、そういうわけじゃないんだけど新しい着物は学生には高いからね。そう。 僕も結構興味あるんだけど、ちょっと難しそうで、帯と着物の色の合わせ方とか、小物との組み合わせも考えるんだよね。うん。最初に着物を買ったお店の人が教えてくれたんだけど、合わせるもので同じ着物とは思えないってぐらい印象が変わるんだよ。私そこから毎日着たいぐらい大好きになっちゃった。そうなんだ。ねえ、着物ってやっぱり目立っちゃうよね。 ジジロジロ見られたりしないそれが嬉しいって言ってる友達もいるけど私は他の人の目は気にならないんだ女の人はどうして着物に夢中になったと言っていますか 5番会社の会議で課長が話しています。会社で今年度から始める健康のための取り組みは何ですか今年度から始める取り組みです。 我が社では3年前から社員の健康維持を目的とした取り組みを続けています。今年度は4つの取り組み、1ヶ月に歩いた距離の合計を競うウォーキングコンテストの実施、体操動画の公開、運動用品の支給、食事のアドバイスを行い、皆さんの健康を支えます。このうち歩行距離を競うことは、 昨年度末の社員へのアンケート結果を受けて、新たに採用になりました。食事に運動に、これからも健康第一で頑張りましょう。会社で今年度から始める健康のための取り組みは何ですか シンポジウムで大学の先生が共同研究の話をしています先生はこの研究の中で何が一番難しかったと言っていますか 気候の変化を正確に予測するためには海の温度を測ることが大切です。しかも多くの場所で海の表面だけでなく深さ1 0 0 0メートルとか2 0 0 0メートルのところの温度も測る必要があるのですそのための計測器の開発が非常に難しかったんですそしてさらに困難だったのはいくつもの国から協力してもらうこと それが実現しして、よよううやく世界中ののデータを研究のたた。めにに使えるようになりましたデータは膨大な量となり分析には時間もかかりますがかなり正確な予測が行われるようになりました先生はこの研究の中で何が一番難しかったと言っていますか